カフェってますか？ご視聴ありがとうございます。よしお .com チャンネルです。今回は北仙台へカフェ巡りに行ってきました。結構調べるとおしゃれで美味しそうなお店がたくさんあったんですが、厳選して今回2店舗ご紹介いたします。このチャンネルでは仙台の美味しい楽しいを発信しています。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではスタート。最初の1軒目は駅から徒歩 2,3 分くらいのところにあるイマジネ。こちらのお店は朝7時からオープンしているのでモーニングもやってるそうです。泉中央にもあるベーカリーショップアルマンの姉妹店でパンや惣菜やスイーツも売ってるのでテイクアウトもできます。惣菜も種類が多いのでどれも美味しそうです。お店が近い方は仕事の昼ご飯に買っていくのもいいですし、仕事終わりに寄ってみるのも良さそうです。1階にもイートインスペースがあるのでここで買ったものは食べていくこともできるみたいです。彩りが綺麗でどれも美味しそうですね。食べたい気持ちを抑えてランチを注文しました。そのエッグベネディクト、はい、お願いします。コーヒーの飲み物セットでつけます。アイスコーヒー、はい、ランチやカフェは注文後に2階のスペースで食べるみたいです。席数は少なく広い店内ではないですが、ゆったりしたスペースなのでくつろぐことができます。テーブルは3席、カウンターが2席ぐらいになってます。彩り豊かなエッグベネディクトのランチプレート、食べるのが楽しみです。いただきます。この瞬間たまんないですよね。うわー美味しそう。こちらのお店のエッグベネディクトは厚切りベーコンと生ハムの2種類が楽しめます。こちらが生ハムのエッグベネディクト。生ハムだとあっさりな感じになってました。個人的にはやっぱりベーコンが好みですね。付け合わせのキッシュ、下の惣菜コーナーでも売ってるシリーズらしいんですが、こちらもとっても美味しかったです。ランチはこの他にも自家製パンがいろいろ食べれるスーププレートもあって、こちらも人気みたいです。駐車場はないですが、近くの蔦屋の有料駐車場があるみたいですので、ぜひ食べに行ってみてください。続いて2軒目は、こちらも駅から徒歩 2,3 分のところにあります福岡の有名コーヒー豆コーヒーカウンティーが楽しめるクワイエットコーナー。クワイエットだけに撮影は静かにしなきゃと意識しました。こちらのオーナーは以前英語の先生をしていたそうで、音楽、コーヒー、読書、家具が好きだったそうです。すべてのつながる共通点がカフェだったこともあり、出店を決めたそうです。お店の雰囲気もめっちゃおしゃれでした。広い店内は入り口側の方はゆったりとしたムーディーなスペースになってまして、奥側の方は日の光が入る開放的なカウンター席になってました。入り口側にあるゆったり席のソファーは座り心地が良く、少し薄暗いエリアなので長居したくなる感じです。メニューはこんな感じになってます。コーヒーの種類が多く選ぶのに迷いましたが、オーナーさんが説明してくれましたので、今回はフルーティーな味わいが楽しめるエチオピアコーヒーを頼んでみました。グラスに入ってるコーヒーっておしゃれですよね。チーズケーキはサクサク感のあるベイクドケーキのような感じでした。今回少しコーヒー豆について教えてもらい、これから豆について学んでみようかなと思いました。今回ご紹介できませんでしたが、北仙台にはカフェと食料品、ライフスタイル複合施設のマノヤ、仙台タンスのカフェケヤキなどおしゃれなカフェがまだまだあります。一日で全て回るのが難しかったので断念しましたが、今回の動画の反響が高ければ第2弾として回りたいと思いますので、ぜひコメントや高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。